今三曲は、室町時代の女性。通称今、室町幕府第八代将軍、足利義政の乳母、大立三る冬の娘、兄に大官教師がいる。父と兄はそれぞれ、義政の祖父、義光、父、義則から、変記の授与を受けている。今三曲自身の本名は不明。義政側近の有力者として、カラスマスケと、 有馬ま家と共に三馬と称された。大立氏は、新田氏の一門で、新田義貞の重臣である大官氏明が出たが、その後、義父は、室町幕府に降り、以降は、近臣として、歴代将軍に仕えた。今三局は、義父の孫である大官万夫の娘として生まれた。なお、義政の側室である大官助子は同族にあたる。 宝徳元年に八大将軍となった吉政は、宝徳三年には、尾張国の守護大人事に介入し、守護、柴吉賢に対して、織田敏弘を更迭して、織田郷弘を守護大にさせようとする。この人事は官僚の細川勝本や畠山、持国らに反対され、吉政の母、木野茂子が出奔する事件も起こるが、この政策には、 吉政の乳母として惑星に影響力を持つ今三局が関わっていたとされる。交渉元年には女児を産んだとされる。長六三年正月、吉政の性質、日野富子が産んだ子が生まれて間もなく死去すると、今三局の図書であるという風文が広まった。反今三局勢力の守護大名や日野茂子らは、この創生を今参り局の図書によるものと訴え、今三局は、 琵琶湖の沖の島に流罪とされた。入るされる途中、重子らが送った資格に襲撃されたため自害した。なお、かつては、今三局が義政の愛称と信じられていたが、後に、同族の慶・イ、ジョアマネリンによる、大立持ちふ行状が発見され、義政の乳母であることが判明したため、現在は否定されている。ありがとうございます。